秋のゲーム部屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、トータリーアキュレートバトルシミュレーターのキャンペーン塾やっていきましょう。今日はね、冒険すべてクリアします。まずはこれから最小目的手押し車。またこのやんちゃ小僧たちは危ないところで手押し車を置いている。小僧じゃねえや、もう親父だった、ヒゲ親父だった。もういい年してこんなことしてんじゃねえよ。落ちかかってるじゃねえか。もうちょっとこれお仕置きが必要だな。さあいつも通りこの上からですね、石を投げてね、はい、お仕置きしましょう。もう楽勝でしょこれで。えいなんなら自滅してないこいつら。はい、あー、石投げ兵士はお前らは落ちなくていいんだよ。その高台から石を投げてればいいのに。よし、俺に任せろ。投げる、怖い怖い怖い、痛い。くそー、不気味、怖いわ。そう、石投げ兵士が初めて通用しなかった。これはもうボーンメイジだな。もうボーンメイジでね、もう魔法でね、やっちゃいましょう。さあ行け、魔法使え、魔法使うんだ。高台から魔法使え。あーあー、やられる、農夫にやられる。よし、その優位的なポジションから魔法使うんだ。ああ落ちた、くそー。ここに配置して、もうこっからさ、もう大砲で撃っちゃおう。やってやるぜ。さあ撃つぜ、ドカーン。あー、弾が当たって、おお、なんか飛んできたぞ。うわうわうわ、あ、人だけ来た。ドーン。うわ、なんか投げてくる。ヘッドショット。おら、鉄球ヘッドショット。よし、あと農夫だけだ。よし、とどめ。おら、よし、オッケー。はい、次、ロイヤルガード。逆じゃね逆じゃねえの。ロイヤルガード、王様を守るロイヤルガードじゃねえの。なんでちっこい銀融詩人守ってんだ、こいつが王様なのか。いやー、遊び心あるねこのゲーム。さあコストは9000ということでめちゃめちゃあるね。もうあれ置いちゃうしかないんじゃね。はい、秘密の中の秘密兵器。もうチアリーダーもね、今日はね10体配置して、はい、前回大活躍だった貨車をですね2つ。よし、ダメージソースは貨車2台で、あとはもうチアリーディングでね、攻撃速度をねもう上げてもらいましょう。なんでまた割りしてんのさあ王様を射抜くことができるのか。おお、すごい、弓矢の嵐やべえぞこれやば、何これ、この弓矢の量。うわ、かわいそう。もう額に刺さっちゃってんじゃん弓矢がこれはやばいわ。なんだこれ、この絵えげつな。おお、船の使い方。いや、絶対間違ってんだよな、船の使い方。船ってさ、乗るもんでしょ、担ぐもんじゃないから。お祭りなのかな。もうこいつやばいでしょ、もうこいつ死んでるもん、目が。初めて使いますね、このマットメカニックってやつをね、召喚してみました。これどんなキャラなんだろう、見ていきましょう。さあ行け、マットメカニック。あー、船があー、やられた。またこれ遠距離攻撃が強いような気がするんだけどな。もうこのステージもさ、ガトリングだろ。もうね、ガトリングの秋氏と呼んでください。さあ、今日もガトリング撃っていくぜ。おらおら。あ、ダメだ。ちょっと遅いぞ。おー、ちょっと遅い。あー、船を投げさせるな。船を投げさせなかったらこっちの勝ちだもん。おっしゃ。いけ。ガトリングの秋氏の力を見せてやるぜ。おら。あれ、もう倒した。ああ、まだいた。おらパン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 。おっしゃ攻めまくるぜ。おら、はい、倒した。見よ、これがガトリング騎士の力だすっげえ体勢で撃ってんなこいつ。さあ終着地バルキリー。おお、飛んでるね。正直ね、石投げちゃえばいいんだよ、石投げちゃえば。はい、私の基本戦術、石投げ勝ったんだ。やられたかと思ったんだけど、天使のすねに石ドーンしてるねすね狙い。え、また船、水陸両用作戦、また同じじゃんまた船5台じゃん。いや、そっちがその気なら俺もいつものやつやっちゃうよ。コスト6500、そんないらねえよ。もうガトリングガン1台、2000あれば十分だ俺は。もうね、さっき船5台はね、このガトリングガンでね倒せたんでね、もう今回もいけるだろうということでね。おらもうね、余裕なんだよお前らなんて、このガトリングガンで。はい、倒していく。何が水陸両用だお前ら海でもお前地上でもやれないってところをな、俺がもう証明してやるわ。もうコスト2000で十分だお前なんて。おっしゃ撃ちまくる。もうこの撃ってる人がやばいんだ、この撃ってる人が
やいやいや、味気ねえな味気ねえな。ガトリングの前にお前ら無力か。オラオラこっちから行ってやるぜ、こっちから。もう近、もうね、敵が近づいてくるのなんてね、必要ねえんだよ。新しい友人、うわー、獣軍団ですね。いや、ミノタウロス厄介だよね。いや、コスト1万、もうチアリーダー大好きになっちゃった。これ面白いもんね。アルテミスチアリーダー行ってみましょう。すごいんじゃない、アルテミスに連射させたら。あ、すげえ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 ぞ、この矢の数やば。アルティメスチアリーダーやばすごいすごい、同じとこにめっちゃ刺さってる。やべえ、アルテミスチアリーダーやべえ、めっちゃ応援してる、狂ったように応援してる。いやー、この女子会やばいわ。あー、終着地ミノタウロス。くそー、コスト1600、ガトリングガンが使えねえ。コスト1500、ジャールで行ってみましょうか。はい、たけだけしい者同士の戦いです。さあ、真ん中の騎士像が戦いの行く末を見守っている。さあ、バトル開始。さあ、激しいバトルが始まった。ミノタウロスの突進攻撃。さあ、ジャール、さあ、魔法を使うんだ。ジャール、ジャール、お前なんで詰まってんだそんなとこで。さあ、お互いが出会った出会い頭です。さあ、戦いまくる。クマ対さあ牛ということで、はい、ミノタウロス、よっしゃ、倒せ倒せ。ジャール、頑張れジャール、ジャール頑張れ頑張れジャール。うおー、攻撃の仕方がジャール。あー、やられた、ヘッドバットでやられた。くそー、もう俺が動かすしかねえようだな、どうやら。ほらほら、やってやるぜ。くそー、やってやるぜ、やってやんよ。ほら、うわ、なんか寝ながら突っ込んできた。あ、倒したの倒したんだ今の。次、猛進ということで。うわー、なんかすげーな、ユニットたくさんいるな。はい、コスト4500。なんかね、近づいてくる敵が多いから、近づいた敵をですね、このトゲトゲで抱きしめてあげましょう。さあ、いけいけサボテン軍団、サボテンだぞ、トゲで。はい、こんな感じで近づいてくる敵をトゲトゲで攻撃する。いいぞいいぞサボテンマン。おー、結構いい勝負。あー、負けちった、もうちょっとだったんだけどな。わ、すげえ、珍しく天使がかっけえ。今囲まれてたよね。もう囲まれると言ったらもうね、あの兵器しかないよね。はい、ダヴィンチ戦車で行ってみましょう。地味にキューピッドを横に添えて、さあ行け、ダヴィンチ戦車。さあ、囲まれても、はい、大丈夫、砲撃で倒していく、どんどん。さあ、キューピッド、どこ行った、キューピッド。お、倒した。あ、負けたわ、初めて負けた、ダヴィンチ戦車で。あー、中のダヴィンチさんがぐったりしてる。なんでいきなりやられたの、酔ったの回転しすぎた。もう騎兵で突っ込んでやろうか、もう騎兵で。もう混戦には騎兵ということでやっていきましょう。さあさあさあ、どうだどうだ、結構倒してる気がする。さあ、バーサーカーを騎兵でやっつけられるかどうか。おー、結構いいんじゃねえか、結構いいバトルしてるぞ。さあ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 、いや、もう誰が生きてんのかよくわかんねえんだよな、見てても。さあ、残り騎兵3体か、あ、2体だ、2体に減った。あ、でもめっちゃいい勝負じゃん。コスト500残ってたから、なんか配置すればよかったな。え、めちゃめちゃいい勝負じゃん、これ勝ったんじゃね。残り3人残り3人だ、勝ってるか。あー、騎兵が残り1人になっている。あ、よし、降りても戦える、降りても戦えるということで。え、あ、勝った勝った、よっしゃー、すっげー見てるすれ違いざま、すっげー見てるなこいつら。え、転覆した転覆したの。いや、転覆、お前浮いてねえじゃねえか、船全然水力両用じゃねえじゃん。おいおい、こいつらが一番かわいそうだぞ。いやー、ユニット数多いな。コスト5000か、どっから攻めてくんだろう。これ陸に上がってくんのかな、それかこの通路を食う。こいつらはこの通路から来るよね多分。ということで、もうガトリングで行こうやっぱりガトリングで行こう。で、こっちはもう貨車に任せた、もうこれでいけるだろう、戦うぞ。よし、ガトリングが行け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 、オラ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 、近づくな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 、お前ら近づくな、オラ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 、ジャールが、ジャールが強いぞ、ジャールが。よしよしよし、もうガトリング騎士の力見せてやるぜ。オラ近づけさせねえぞジャール、オラ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 、ノックバックノックバック。よし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 、こっちは殲滅したぞ、そっちはどうだ。いや、ジャール勝てえな、こいつ勝てえ、よし勝った。いやー、やっぱ貨車とガトリングめっちゃお気に入り、めっちゃ面白い使ってて。はい、次、終着地カタパルト、もうこんなの楽勝だろ。もう正直棍棒兵士1体で勝てるわ、いけ棍棒兵士、ドン。どうだ、コスト70にやられる気分はコスト1500もいらねえよ。さあ次、強打者、もういいって船は弱えよ船、ほらなんかもう
あれじゃん、前衛のやつもうピクピクしてね、もう疲れ果ててんだよ、もう船に。あ、ゼウスがいる。敵ゼウス初めてじゃね、何気に。あとカラスに王様マンモス。あ、一体一体の戦闘力結構高いな。でも残念でした。もうこっちも最終兵器でいきましょう。はい、カシャ。いや、この組み合わせマジ強い。今回も楽勝だろ、正直。さあ、撃て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 。すげえ矢の数なんだよな。もう、こんなの進めないでしょ、前に。いやー、すげえすげえすげえ。もうマンモスかわいそすぎる、マンモス。もうこれ以上刺さんないだろっていうぐらい。あ、マンモスの影に隠れてこいつなんとか生きてたけど、はい、最終的にはやられました。いやー、もう容赦ねえな、これ。はい、少しのゼウス。少しじゃなくね?6 人もいるけど。え、またコスト1万か。いや、チアリーダーとカシャのね、組み合わせがね、やばすぎる。やばすぎ、やばすぎだよ、この。矢の量やばすぎやばすぎ、もうこれ絶望しかないよね。敵視点で見たら。はい、終着地王ということで、王様との一騎打ちです。やっぱね、一騎打ちと言ったらね、もうジャールだよね。もうタイマン結構こいついいからな、ジャール。さあさあさあ、王様に勝て、ジャール。いい勝負だ、いい勝負だ。何気に見応えのあるバトルだな、これ。あ、やられた、切られたよ。王様強っ。よし、また大砲作戦でいこう。もうこの炸裂大砲でね、王様を狙い撃ちしましょう。グゼオラドーン。あれ食らっても立ってるぞ。すげえな、あの王様。来た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 、ドーン。あー、自滅した。なんか前の木に当たっちゃったのか。もう一度だ、ドーン。よし、直撃だ。王様に直撃したぞ。今度は木に当たらないようにと。いやー、タフだぞこの王様、マジで。いやー、やめて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 、えい。いや、強いんだけど。強いんだけど、お、何気に前のやつが頑張ってる。バンシー&シャウターの吹き飛ばしコンビでいきましょう。よし、これで、よし、吹き飛ばせ。そしてバンシーでさらに吹き飛ばす。ダブル吹き飛ばし攻撃だ。さあさあさあ、いけいけいけ、お前ら吹き飛ばしまくれ、お前らの力で。王様が遊ばれている。ダメだ、シャウターなんかあんまり役に立ってねえわ。さあ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 、よしよしよし、いいぞいいぞ、すごい強い、バンシー強い、バン、王様、王様、無残な姿になっちゃってるな。いや、シャウター、お前何やってんだ、何やってんだ。いや、もう俺が動かすしかねえな、シャウターを。よし、もう正直、このままほっとってもいいんだけどね。えい、えい、ハマってるよ、王様。ああ、弓矢兵とかにすればよかったな。いや、勝てえな、王様。よし、倒した。王様、情けなさすぎだろ。やめてーやめてー。バンシー、容赦なかったな。あれ、少なくね、君には不利だ。確かにな、剣士2体に対して、はい、コストが100、100しかねえな。え、剣士しか使えないじゃん。これはむずいぞ。ほらー、あー、やられた。頑張れ、頑張れ。二人抜きすればいいんだよな、要は。よしよし、あと一体だ、あと一体だ。よし、頑張れ頑張れ。これはもう運だ、運ゲーだ。運ゲー、あー、運ゲーにやられた。いや、もうね、いっぱいやってればね、いつかクリアできると思うんで、もう正直運ゲーですよね、これは。いや、2対1になっちゃったらもうね、勝ち目ないんだよな、ほぼほぼ。うまく攻撃が避けられたらいいんだけどな。お、当たってねえぞ、当たってねえぞ。今回はいける、今回はいける、今回はいける、今回はいける。あー、やられた。分かったぞ、これ、これ分かったかもしれない。こっちだわ。さあさあ、来い来い来い。来い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 。勝手に落ちてしまえ。多分ね、谷底に落ちるんじゃないかなと思うんだけど、どうかな、落ちてるかな、見えねえんだよな。いや、俺も降りれねえからな。はい、勝った。なんだこれ。はい、勝手に落ちてます。狙い通りだ。まあ、コンピューター相手だからな。獰猛なライダーということでね、マンモス5体ですね。ライダー、え、ライダー、え、乗ってんの、もしかして。え、乗ってる。へー、乗れるんだ。ハーフリングが乗ってるね。いや、お前ら絶対操れないだろ。はい、残り2ステージですね。もう終着地マンモスが最後なんだけど、この獰猛なね、ライダーもね、マンモスステージも、最後はマンモスで締めくくる感じですかね、この冒険は。さあ、締めくくりましょう。はい、ガトリングとカシャで始まって、ガトリングとカシャで終わりましょう。さあ、撃つぜ撃つぜ撃つぜ、撃ちまくるぜ撃ちまくるぜ。撃て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 、カッコ撃破カッコ撃破。よし、いいぞいいぞいいぞ。この連射コンビやばい。この連射コンビに勝てる者はいるのか、果たして。あれ、もう生きて、もう生きてなくない。はい、勝った。いやー、楽勝ですね。
ナイスチアリーディング。さあ最終ステージだ、終着地マンモス。もうねここもねガトリングでいいと思うんだもう今回ガトリング出しすぎだろっていうね。いやコメント欄でもねもらったんですよ、アキシさんガトリング好きですねってね、大好きですガトリング感大好きですはい、もうマンモスをね蜂の巣にしてやるわ今回も。いやー先ほどのステージに飽き足らずね、もうガトリングをね懲りずにどんどん使っていくというね、ハイカッター相変わらずすげえ打ち方してんだよなもはやレバー持ってねえじゃんこのどうやって打ってんだよお前。はい、終わりということでね、楽しさと手応えの詰まった数々のレベル、いやー終わりましたね。次回はですね、この戦略が試されるレベル挑戦ということでね、挑戦やっていきましょうね。いや冒険の時点で、ね、結構難しいステージいっぱいあったけどね、いや楽しかった。これからもですねキャンペーンまだいっぱいあるんでどんどんやっていきますんでね、ぜひぜひこのゲームが好きな方はですね高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。